阿武山。阿武山古墳。900m のこれね。はい。地震観測所。はい、ここ入っていいですな。さっき電話したんだけどね。市役所の方から入ってもいいと。いう了解いただきましたんですね。左方向です。あ、さっき消したけどまだ言うとるけどなんでよ、さっき消したやろ。消したつもりやけどね、ずっと案内してありますわ。後ろなんだね。今はセリが鳴いてますよ。あのセリなんかね、普段はボーン、ボーン明けやね、泣いてんのが。なんかちょっとおかしいんやって、セミが。5月から泣いてほしいね。6月か。5月末か6月で泣いてほしいね。ほんで、8月、7月末から8月、ほとんど聞こえなかったね。山本高田の、サザンカホールの公園だけどね。バレー池公園かな。あれ？どうしよう。これ行けんの？おお、ここ行けるんや。これ行ってみましょうか。なんか、なんか嫌やね、これ。山。山やったらすぐ蛇が登場するんだけど。今年は蛇見てへんでしょうかな。去年はよく蛇に会ったんやけどね。あら、これ行けんのかね。うわぁ。しまった。登山口抱えたことはな、しまったね。こんな山よ。水、すごい水になってる。午前中まで雨降ってたからな。いや、これあかんわ。ジクジクなの、これ。いや、どうしよう。いや、登山だってか、登山に。もうこの辺ね。この階段に、木がみんな、打ち当ててますわ。こう下まで来るのにね、ナビ全然違うところで刺すんでね。大変だったんですよ。全然反対側やったね。もう頂上か。まだ。コンクリの道を想像してきたもんでね。ちょっとやっぱりね、下は緩いわ。あら。お症状まだかね。はい。
しんど。ダメやね、こんなにしんどいか。はい。薬剤前の先行ってきたんやね。 0.15キロ、 0.15 キロ言うと何メだろうよ。え、どっちかなこれ、左、いや、まっすぐやな。どこにいるのこれ。これ青山山頂。どういうことやこれ、分からんね。どっちが30や。5分、やっぱこっちかね。こっちと思いますわ。初めて来るんでね。あ、そうか、ナビ入れた日だったんか。このナビがまた全然行きませんね。150メーターになったけど、今のね、5分までは。山頂が600メーター。ちょっとね、登山口で今度あかんね、やっぱり。山は。ここなんだ。あら。電波塔かね。あらあら。水いっぱいやわ。これどっち行くんだろうね。右か。あの看板のかかったらおかしいな。看板のかかった。右か左かよくわからんはずやね。展望台。あら、展望台やけどね。何年やねこれ。はいはい、しまい。残念でございました。展望台。あ、何十年か前はあれでよかったんやろね。もう2円ぐらい全然木がね入れて。これは青山ようこそ。こっちやね、これ。こっちか。こっち行ってみようか、上。あら、みんな、連れてありますわ。皆さん、この辺ね。よしよし。山頂も見当たらんのかね。ご神木でございますか。青山山頂、左。こちら。青山山頂。青山山頂。見えへんね。どこやね。
右、左、どっちですかこれ。左行きましょうか。左側に登るそうやね、まだ。もう戸田になってるな、ここね。完全に戸田でございましたね、これね。行けど行けど山頂見えんで、600メーターやったらもうそれぐらい来とるけどな。アミナさんじゃまだ左。どっちだろうこれ。こっち。こっちかねやっぱり。こっち行こう。今日でございます。アミナさんじゃ、はい。下界見えますかね。ああちょろっと見えるか。いやはやこんなもんかい。こんなもんですか。京都観測所の裏の山手の方に、これは上がってきたら右左、右が山頂、150メーターで古墳書いてあって、見分からない。ありましたよ。古墳見て書いてあるから右ずっと来たらここでしたね。まあ古墳はないですよ。木しかないですよ。はい、木が植わってるだけですよ、あの周りに。はい、で中に看板上がりました。看板あるんでしょ。大きな説明の大きなのがあります。どこあるんやろ。これは降りていってもらって。また降りるの。はい、降りていって、あっちに行かないで自分で作ったんやから知らないでしょ。え、自分でこしらえたんです。これ自分で洗ったんですか。僕がこしらえたんです。これ全て。うん、すごい。これ3代目ですわ。こういうの全部ですか。現地から台風で倒れたら全部切ってきて、はあ、だから運んできて作ったんです。大阪見える。反対側や。大阪こっちか。あ、大阪見えるかねこれ。ああ見える見える見えるけど、大阪のビルも見えるわこれ。いや見えんかこれ。大阪のビル群、大阪城は分からんな。ちょっと分かりませんね。いやーこれ雲がなければ綺麗に見えんやろうけどね。残念やね。これここや。ここからほら、お父さん言うたらこれ見たんな。大阪の山々をね、ここから見ると金剛山とか見えねえな。ああ、よかったよかったよ。古墳を見らないかね、古墳を。古墳が見れてないぞ。これはどうでもよかったんだよね、この山は。はい。はい。はい、行こう。